何？カルさん「こぎぶり怖くない」って言ってたじゃないですかあの全然怖ないなびっくりするぐらい怖くなくてあのー、家に急におる時あるけど気持ち悪いとかじゃなくてびっくりしてんねんなもしあそこに美女がいても同じ反応やと思うねだからその気持ち悪いとかじゃないビビってるっていうその洗脳やなだからだから気持ち悪くはない何やったら好きやね <laughs> うん 好きな昆虫さんって感じです。今からさんに渡したいものがありまして、こちらなんですけど。うん、二本松コオロギ、広島コオロギ。あ、なるほどな。うん、秋やなー。いや、秋やね。ほんまに。<laughs> うん。え、嘘、いいの。<laughs> 今度は、あんねや、大トロとか。 え二、ー、本松ね福島やなんかお祭りとかあるよね二本松って言ったら広島って言ったらあれかな宮島とかなんかそんなんがあるあとまあカープ鈴木誠也とかケムナマコト選手とか <laughs> なんかいっぱいいますよねなるほどねそこのあれかなんかパッケージええな <laughs> すごいなんかかわいい <laughs> なるほどな。<laughs> ありがとう, <laughs> う。なるほどな。大トロやって。<laughs> <laughs> <laughs> いいね。<laughs> いいね。 なるほどななんか可愛いな食べんのもったいないな <laughs> 食べんのすごいもったいないえー、なんか量少ないなもっと入れててもいいけどな <laughs> うん普通ねお菓子ってもうちょいあるからちょっと物足りるかわかんないですけど二本松の方からいただきます いただきますああなるほど美味しいねうん軽い食感でソースの味もほのかに感じるっていうあとアーモンドの風味すんななんかうんなんか煮干しに近いぞこれ煮干しやこれうんなるほどね大トロの方 なるほどなんかナッツみたいな味するというか味ちゃうな全然味ちゃう面白いな,なんかうんなんか食材として面白い、うん、<laughs> なんか新しい形が見えるねうんあでもこっちの方がなんか素材生きててうまいなうんなんかソースいらんかもしれんなあでもこれはこれでありやなマリアージュさせてもいいかも うまいな。うん。うまっ。あー、美味しい。<laughs> <laughs> うんうまいいやうまいねなんぼでもいけるね <laughs> そうねもうちょっと塩気気かしてもいいかもしれない、ね <laughs> うん、あとオリーブオイルの風味とかも出してもなんか。 いいいかもしれないなんか今後どういったものが出てくるのかすごい楽しみです <laughs> ごちそうさまでした。<laughs> <laughs>